広島は中四国エリアの政治経済の中心の土地です。私どものようなデーラーが大きな敷地を取るっていう形がですね、非常に難しい土地柄でございます。そのような中ですね、この度この観音の地に移転をして新広島 CC としてスタートできること、本当にありがたいことだと思います。まずロケーションですね、これを生かしてお客様にどんどんですね来ていただく、それとあとこの最新の設備ですね、フル活用してですね、アフターとセールスと一体になってお客さんにより良いサービスを提供していっていけたらいいなとは思ってます。リニューアルによって最高のロケーションと最高の設備が整ったと思います。私たちはユーデートラックスです。ユーデートラックス会社の約束は究極の信頼、お客様の信頼を頂戴するために従業員が頑張ります。従業員が頑張れる新しい工場を新築できました。広島カスタマーセンターには優秀なスタッフがいてます。今まで古い工場ではやっぱり老朽化して手狭になった工場であって 100% の実力が発揮できなかったと思うんですよね。でそういったところからすると、この新しい最新設備の工場で実力を発揮していただくことによって、お客様にサービスをやっぱり十分できるんではないかなと思ってます。きれいになって広くなって新しくなって嬉しいっていうのが感想です。新工場ですごい設備も整えていただいて、作業効率も格段に上がってますので、UD ナンバーワンを目指して頑張っていきたいと思います。すごいワクワクするんですけど、同時に大きなプレッシャーも感じてて、期待されてるんだなと思って緊張してます。お客様により早く修理をして、より丁寧に作業していきたいと思います。今までの工場とは比べ物にならないぐらい綺麗なんで、すごい楽しみにします。 I'm very surprised to looking this much of big center with lot of workers. I'm really very happy. 広島 CC では日頃から全てのものに対して思いやりを持った行動接し方をするようにと日々言ってます。そうすればですね、やはり安全もそうですし、このいい環境を維持していく上でも役立つと思います。今回のリニューアル、私は感謝だと思ってます。吉島の地で52年間業を営むことができましたこと、これはひとえにお客様に支えていただいたこと、もう一つそこで52年ユーデートラックスの従業員が頑張ってきたこと、本当にこれはありがたいことだなと思ってます。感謝です。今回のリニューアルでですね、スタッフ全員がですね、さらにモチベーションが上がったと思います。そうすればですね、自然といい仕事ができると思いますから、いい仕事ができればお客様にも選ばれるカスタマーセンターになっていくと思いますので、大変に意味があった、リニューアルだと思います。チームワークでアフター営業一丸となってお客様の運行に支障がないように努めていきたいというふうに思っています。新工場を変わってやるからには広島がナンバーワンになれるような視点を目指していきたいし、お客さんからもありがとうのっていう感謝してもらえるような、頼ってもらえるような CC を目指していきたいと思います。ここの観音、新しい地で新しい歴史を開くためにもですね、最強のスタッフ、最新鋭の設備、最大限のサービスを持ってお客様の稼働をサポートしていく、そこに尽きるのではないかなというふうに思っております。